天城肝葵は、馬の鈴草肝葵族の常緑の多年層。歯に、長さ4から9センチメートルの傭兵があり、傭兵は、単緑色になる。傭身は卵形、または、卵状三角形で、長さ5から9センチメートル、幅3から6センチメートルになり、先端は、二部頭、または少し尖り、基部は心形になる。歯質は多種に比べ厚く。 葉の表面は強い光沢があり、戦力色になり、円の近くに短毛が治癒する。葉脈は著しく、貫入する。裏面は無毛で、短緑色になる。花は4から5月に咲く。花に花びらはなく、ガれレペンが花弁状になる。花柄は、葉液から出て、長さ1センチメートルほどになり、花は、暗視色で横向きについて、 地表近くに咲く。学灯は短い金状筒型で、長さ10から12ミリメートル、計12から15ミリメートルになり、上部はややくびれる。学灯の入り口は、環状の粒があり、その周囲に隆起した白いシワ状のひだが形成される。学灯内壁には縦、横に隆起した多数のひだがあり、複雑な格子状になる。学列片は、卵形から、 玉状三角形で、車状し、長さ8ミリメートル、幅10から13ミリメートルになり、先は、A 頭となり、表面は、暗心色の単毛が密生し、円は、緩く波打つ。学列ペンの裏面に毛はない。湯水は12個あって役は外側を向く。下中は6個あって、額頭の半分より長く、先端は逆腸化型で腸部に中頭がある。日本固有種。 本州の伊豆半島とその周辺に分布し、低地や山地の落葉紅葉樹や常緑紅葉樹が混じった林や植林地に生育する。和名甘木川葵は甘木菅葵の井で最初に採集された伊豆の天城山に基づく。種商名村松井は採集者で標本を新式記者の牧野富太郎に送った松村七郎への懸名である。 絶滅危惧ル類本種は、同族の玉の勘葵に似るが、同種の傭兵の色は褐色、または暗視色になり、本種の傭兵は弾力色になること、本種は玉の勘葵より葉の表面の葉脈のくぼみが深いこと、学頭や学列片が小さい傾向にあることで異なる。また、鍵型葵に似るが、同種は、学頭が上部でくびれること、板状突起があまり発達しなこと、 活気に開花することで異なる。また、前川文夫は、伊豆半島の下田市の須崎さんの蚊青を、葉の光沢や、葉脈の貫入の,の程度を、を傭兵の色など、本種と玉の青いの中間的性質を持つとして、本種の編集として、新編集、下田蚊藍ヘタラトラパ村祭会、メイク、バリエーション、下田中井メイクを記載した。記載にあたってのタイプ標本は、 昭和天皇が1980年3月に下田市の須崎御用邸で採集したものである。しかし、現在は下田館葵は本種に含まれ、バリエーション、下棚は本種のシノニムとなっている。ありがとうございます。